せーの、コンコンガチャ。どうも、ふみくんです。博士です。ガバイスキュアネンチロー。はい、はい、今日は見てください、こちら超おしゃれフルーツサンド。イエーイ、イエーイ。じゃん。今回こちらの福岡県にあるスリーさん、なんと今回1万円分こちらにあります。えらおか、すごいよね。フルーツサンドってさ、かなも中学校のとかも食べたことあるけど、こんなさ、見て、もう丸ごとドーンみたいな、めっちゃでっかくさフルーツが入ってるってさ、私初めて見てんけど、やばくない？そのまんま入っとんね。だけんさ、横の厚さのえらい分厚かもんね。ほんまに、なんかハンバーガーみたいな感じだね。そうやね、ハンバーガーぐらい。かまの、あ、かま、かまの果物してる。かま、わかるわかる。かまって結構自然豊かなところでさ、かまにあっとったやん。福岡、かまの自然でめぐ、そうだ、あ、は、自然で育、自然で育まれた自然で育まれた、育まれた、育まれた、育まれたね育まれた地元農家直送のフルーツを中心に約30種類を毎日作りたて数量限定で販売しているフルーツサンド専門店ですって。でこれね、めっちゃいいのがカロリーゼロの自然甘味料で、砂糖の代わりにラカントっていうのを使用していて、美味しいけどヘルシーで、ダイエット中の方でも気にせず食べれるんやって。だから女の子とかさ、結構その甘いものとかダイエットしてたらちょっと控えたりするけど、これは食べても太らない、とっても自然派の的なフルーツサンドなわけです。そりゃいいよ、カトマット。福岡に店舗があるんですけど、ネットでも頼めるんですね。ネットから頼んだんですけど、なんかランキング1から4位のやつのそのセットみたいな。まあ早速、まあ、食べていきたいと思います。じゃあ早速開けていきましょう。フルーツサンドといったらイチゴやね。パッカー、わーお。じゃあ私はこのメロンいきますね。かわいい、めっちゃメロンいいな。重量感すごい、ずっしりきてる、ね、はい、じゃあこちらメロンメロンサンドといちごサンドを早速食べていきたいと思います。ではいただきます。ではいただきます。うん、うわっ、うまい、ボリュームやばっ、美味しすぎる。なんかフルーツがめちゃくちゃボリューミーやから、うん、すごい、こんな贅沢な食べ方あるんですか。ほんまこれ、うん、うん、生クリームめっちゃ美味しい。重くないね、こんな生クリーム。確かにさらっといけるね。こんだけ食べてさ、なんかさ、生クリームってやっぱカロリー重いイメージあるけど、うん、カロリーゼロってなったら罪悪感のせい食べれるね。そうやね、さらっと食べれる、ほんとくどくない感じが。これさ、人気すぎて午前中で売り切れたりとかするらしいよ。マジで？店舗、あとテレビとかでも結構取材されてたりとか、紹介されてるんや、ね、低糖質なフルーツサンドなんで、マジで食べやすい。もう見た目も可愛いからさ、女子会とかで食べるのめっちゃおすすめです。どうなってるこれ。出てった。食べよったらもういいね。まあメロンだけやん、どういうこと。メロンだいやん。メロンちょっとあるよ、ほらこっちこっちこれでかすぎて、あの噛んだら出てった、ビョイーンって。さあこいつさすがにいっぱいなので、ちょっと次の味もね試していきたいと思います。これ見て、ふみちの大好きなね、フォンダンショコラサンド。それや絶対俺、うん、これかな、オレオがいい。すごい、これはね、じゃーん、めっちゃ美味しそう。これは冷凍で届きました、自然解凍してます。なんかね、冷凍で届いて冷蔵庫で自然解凍したら、なんかアイスみたいな感覚で食べれるみたいな入ってたよね。私はこのフォンダンショコラいきます。めっちゃ美味しい。ほんまに、確かにちょっとアイスっぽい感じ。ほんまにこの重くないのがすごいわ、これ。重くない？
マジで重くない。これはどうやな。うんうん、うまっ。しっかり濃い味が出るけど、本当にコクがあって美味しい。コクがある。食べてみたらわかる。ちゃんと本田ショコラ。すごいうま。でもさ、本田ショコラのサンドとか見たことなくない？ないないない。もう発想がすごいね。うん。うん。うん。これは人気出るわ。本当。これはほんまに感動。食べる？ほんまよ。フルーツサンド食べたことある？男の子で食べるの？あ、マジで初めて？食べたことない。え、嘘。あんの？あるある。大好きやもん、フルーツサンド。なんかコンビニとかでもあるやん、いちごの。でもいちごしかない。こんなで分厚いフルーツサンドない。うん、これを買うの。これはないよね。初めて。うわ、甘っ。これめっちゃうまい。うまい。せっかくなんでいろんな味を試したいので、次々したいと思います。じゃあ続きまして、私はキウイ&パインミックス。私はオレンジ。めっちゃ可愛くない？丸のさ、キャンペーンがめっちゃ可愛い。ダーン。すごい。でも幸せ。キウイとパインとか大好きなんやけど。うん。うん。やべ、またみかん出てきそうやわ。うん。こういうの食べたことない人多いやろからさ。ほんとプレゼントとかもいいと思う。うん、マジでおすすめです。4個セットで売ってるからめっちゃ頼みやすかった。みかんも甘い。うん、これめっちゃうまい。これめっちゃ食べやすいわ。みかんかぶかい。みかんマジで。うん、うん、あっしょりね、食べやすいやろ。うん、みかんいいね。これ甘くて食べやすい。もうフルーツも最高マジで。ああ、タマの農園が見えてきた。ありがとうおじいちゃん。よっ。いやー、見てこれ、めっちゃ可愛くない？こちらマックスリーさんの T シャツ、めっちゃ可愛ない？せっかくなんで着てみました。ボディーって書いてます。マジでさ、うん、おしゃれすぎる。いいね、これからの時期にちょうど良さそう。サイズもちょうどぴったりやね。うん、L 大きめやけど、なんか女の子が好きなデザインやわ。もう最高です。ちょっと汚したくなかったんで今来ました。可愛いわ、はい。このカチューシャと似合ってる。うまっ、うん。これ初めてつけたカチューシャ。可愛い。可愛い可愛い。これで働いてそう。確かに。フルーツサンド屋さんにいそう。確かに。お客様、お待たせいたしました。チョコクリームサンドです。ありがとうございます。ついでにあなたもいいですか？あらやだ。怖い怖い。これ生チョコサンドやね。生チョコ。美味しそうやろ。そう。あー、幸せ。え、ちょっと待って、このいちごとさ、こっち何の違うの？こっちはね、いちごクリームピンクやね。ピンク。うん、あ、クリーム自体が全然ちゃうんか。さあ、いちごクリーム、これがティラミス。ティラミス、ティラミスサンドとか食べたことある？ないないね。はい、またゆっくり食べていきたいと思います。はい、もう本当にもうめちゃくちゃ美味しかったし、どれも当たりやったね。当たりやね。チョコもなんかちょこちょこしてたら重いイメージあるけどさ、全然重くもなかったし、なんかフルーツ自体もめっちゃ美味しかったね。ぜひぜひ皆さんも食べてみてください。ネットでね、どこでも頼めますし、店舗は福岡にありますので、ぜひ食べてみてください。食べてみてください。おすすめです。おすすめっす。また店舗行こう。ね、店舗にも行こう。ああ、行こう行こう。ガチで一人で行こうかな。マジ？買って帰ってきてじゃん。ああ、それでもいい。ね、じゃあ一回行ってみようかな。せーの。この動画が良かなー。ええなー。って思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしまーす。せーの。じゃあ、それいきねー。まだねー。バイバーイ。バイバーイ。さあ、この
この後また食べるぞ食べるぞマジでチョコうまかった、うん、俺やっぱチョコ大好き、ニカノンもチョコ大好き、フルーツも美味しい